そうですね、まずタクさんがいい縦パス入って、でトシキが縦抜けてって、練習の時からこういう場面がよくあったりしたんですけど、トシキ多分ファーは上がってこないなと思って、もうニアだなと思ってニアに走っていって、そしたら予想以上にディフェンスが食いついてくれたんで、まずファーストタッチで相手を入らせないようにブロックしてトラップしようと思ったら、予想以上になんか前向けたなと思ったんで、体勢をうまく振り返ってなんか自然とシュートしてました。で入ってよかったなっていうゴールです。本当に練習の時から前向け前向けっていう風に言われてたんで、それがなんかうまく整理されていいところのワースタッチができて、自然と体が動いて、最後のシュートのところはもうミートだけ意識して打ってました。そうですね、でもなんかちょっと時が止まったというか、あ、キーパーいるけどなんかゴール結構空いてるなっていう感じで、もうミートすればいけるなっていうふうに思って、ミートだけ意識して打ったらすごいいいところに飛んでてくれました。まあ、嬉しかったは嬉しかったですけど、意外と冷静に、本当に今まで申し上げなかったですし、ようやく本当に勝利を導けるゴールを決めれたんで、まあ、しっかりモミーポーズと、本当にあとは感謝の気持ちを込めて、やっぱりあの応援してくれてましたし、アウェイにも駆けつけてくれたサポーターに本当にありがとうございますという意味で一礼できて、まあ、次は本当にもう切り替えてホームでまた勝利を導けるゴールをもっと多くのファンサポーターのところで披露したいなと思います。なんだろうな、まあ、ボールの位置と壁の高さ、あと壁の作り、相手の、あとはそうですね、あとはもうそれぞれのフィーリング、その試合によってやっぱ違ってくると思うので、どっちかが自信持って蹴るように、あとはまあチームの決め事もありますけど、はめちゃくちゃ2人で会議しながら、まあ、でも結構試合中はすんなり決まるかなっていう感じはありますね、いつも、はい、例えば武君がどの辺が得意とかっていうのはまあ分かり合ってると思うので、それを参考にっていうか、あ、まあここだったらまあ武だなとか僕だなとかって、まあ、お互いそれがもうある程度分かり合ってるんで、すんなりいけるかなと思います。なんだろうな、この時はもう俺行くわって感じでしたね思い切ってまあそのどうしようかって話した時に、やっぱり、まあ、相手の立ち位置とか相手の枚数を見た時に、まあ、僕らが考えてたことができそうにもなかったので、まあ思い切って僕がここは僕が行くわって言って、まあ、思い切って蹴ったかなっていう感じですかね。最初立った時は巻いてファーを狙うかなと思ったんですけど、キーパーの立ち位置が思ったより真ん中だったのでそっち狙おうかなと思ったんですけど、壁をは左が高くなったと思うんですけど、あんまりそれは意識しなかったっていうか、もう必ず越えて狙った位置に落とすっていう、距離が遠かったので思い切って蹴ることと、とにかくこの距離はスピードが大事だと思うので強めに蹴ったら、まあ当たんないんじゃないかな。だから壁が高かったっていうその時の僕のイメージはあんまなくて、まあ越せるだろうっていう自信と、だからもうスピードとコースだけをイメージして蹴りました。まあ結果的には入りましたけど、僕のイメージではもうちょい外を狙ったつもりだったので、まあこの下で座ってくれてる選手のおかげでもあるかなっていう、イメージはもっと外でしたね、はい、これはちょっと気持ちよかったですね、自分でもこのガッツポーズがちょっとダサいなっていう。でもやっぱフリーキックは武器だと思うんで、もっともっとこだわってやっていきたいなと思います。
最初の頃は結構決めてて、でも最近あんまりキックの調子が良くなくて、練習でもいい形をなかなか作れてなかったので、でもそのイメージがこの時はあんまりなかったっていうか、そのあんまりキック悪いなっていうイメージがなく、本当にこうスッと入ってなんか決めれるイメージしかなかったまま助走入って決めれたんで、まあ、本当にびっくりしたというか、その不安がないまましっかり思い切って蹴れたのが良かったかなと思います。まあ、とにかく蹴り込むことじゃないですか、やっぱり一回一回どんだけ集中して蹴れるか、まあ、適当に蹴ったらそれまでだと思うし、本当に一球一球魂込めて思い切って蹴って、こう本当に力いっぱい蹴ってちゃんと狙ったコースに行くとか、そういうレベルまでなってほしいなと思いますし、だから今と例えば小学校中学校とかもうめちゃくちゃそういう技術を身につけるチャンスだと思うんで、まあ頑張ってほしいですね。頑張れ。